家光忍び旅。では客も大入りだな。ええ、間違いなく。それに今日は六の日だし、三日市も立ってるわ。ついてるわね。腕に寄りをかけて踊った。その調子、その調子。みんな頑張ってね。はーい。あ、ちゃんけ。おやすみなさいませ。どうぞどうぞ。おやすみなさいませ。名物の味噌汁、美味しいですよ。食べたって。食べたい。おい、お前と言ったらお前朝飯食ったばっかじゃねえか。何よ。ネジ張ってるとな。助け合いに見たいに腹壊してやべえおじきまになるぜ。おじのお世話。楽しみは働いた後でね。さあ行きましょう行きましょう。はい、お主、中津川宿へ行かれると見受けしますが。いかにも。ではこれを二八うどんを商う平蔵という者に渡してくださらんか。二八うどんの平蔵さんですね。あなたは昔世話になったものとだけお伝えください。わかりました。かたじけない。よろしくお願いします、うん、どうもありがとうございました。亭主。はい。目垢の言わずを知っておるか。あの四人組の柏でしょ。三年前獄門になった。あいつがね、八幡様の祠に隠れてるところ、私たちが見つけたんですよね。それで、十手持ちの平蔵親分が来て大捕り物になりましてね。そうか。私がその目垢の岩蔵の弟分だ。お客様、ご冗談を。岩蔵に代わってあの時の礼、させてもらうぜ。それでよし、家光の行列は立ち往生だ。天下の将軍がよ。次は誰で。六蔵だ、古着屋の。とことん暴れてやるぜ。城主殿井清忠が爪腹を切らされるまでな。都からはるばる天下丸一座がご当地にお目見えいたしました。坂本神社の境内で美女勢ぞろいして踊りと神業をご覧に入れな。さあこの合わせ、ただの合わせじゃないよ。都王子はご両家のお姫様が一回袖を通しただけのお姉ちもんな。できじゃない。いくら。姉さん、べっぴんだね。べっぴんだから。そうだな。目垢の岩蔵の恨み、晴らすべく参上、目垢首。岩蔵の恨み、そういえば、六蔵は。岩蔵を捕まえた一人だ。こうしたお礼参りだ。
目付の方はおらんのか。目付に走ってくれ。あ、そんなこと言って武田信様また消えちゃうんじゃないでしょうね。何をバカを申しとる。さあ早く。はい。届け。届け。岩蔵。仕返しだなこれは。危ないから早くして。死ね。おしめ。あいつを死ね。六条さん。岩蔵とは何者だ。3年前、3人の仲間とこの辺を荒らしまった野党なんです。人を殺すのを何とも思わない男でした。なるほど、ひどい奴らだ。目垢の岩戸の仕返しだし。目垢の本当か。聞いたかい、平蔵さん。岩戸を捕まえたのは六蔵と私たち4人だ。その六蔵が忘れもしねえ。あの時は茶店の金助さんたちが病気で弱っていた岩蔵を見つけて知らせてくれてな。誰かってことに。私はいつ死んでも惜しい命じゃないが、町の人が巻き添えにならなければいいなと思う。空年さんの言う通りだ。みんな3年前と同じように力を合わせて奴ら捕まえようぜ。お願いします。またお父さんを助けてください。まあそりゃあ、あ、もちろんだよ。だけど岩戸を捕まえたのは私らだってこと、どうやってやつらは知ったんだろうね。岩戸は獄門になったもんな。やつら嗅ぎ回ったんだろうが。まさか訓練さんのことも。ごめん、平蔵さんはどうなったかな。足ですが。お侍さん。徳山武之進と申す浪人です。旅のお方ですね。道中手形を見せてもらいましょうか。中津川へは何をしにいらしたんですか。江戸へ戻る途中です。どちらから。今日からですが。今日から江戸へ戻るのにどうして道の悪い中仙道。あんたに渡してくれと頼まれたものがあるんです。誰が足に渡すと。若い浪人でした。一里塚の茶店で通りかかった私に声をかけてきたんです。一里塚の茶店。誰かお目付に知らせてくれ。平蔵さん。ひどいこと。六蔵に続いてこれで三人だ。竹野信殿、ここは私が。黒田様、お待ちしてました。上様、この町にとどまるのは危険でございます。どうか深入りなさらず次の落合塾へ。
そうはいかぬ。上様、そうとは知らず俺は一味の手紙を運んだ。俺がもう少し注意深かった。手紙の主に不信を抱いていたならば、茶店の夫婦を死なせずとも済んだのだ。それは上様のお考えが過ぎまする。それにしてもあの男の手、手が何か。指が青く染まっていた。まだか。世は退屈で死にそうだ。おい平馬、行列を止めて履物を揃え。平馬、静かにしろ、静かに。世に逆らうのか。手尻に立つぞ。大久保様、上様、長旅さぞお気鬱でございましょう。これでもご覧くださいませ。この男の一番の苦手じゃ。これで一時はおとなしくしていよう。何をぐずぐずしとる。行列は来る。急げ。はっ。おい、早くしろ。お行列、しばらくお待ちくださいませ。待てと。わけをお話しなされ。ただいま警備の隙を狙い野党が出現。下の茶店にて殺傷を働き。なんと。ただいま茶店を片付け中にござりますれば、今しばらくここにてお待ちいただくようお願い申し上げます。ここで待てと申されるか。申し訳ございません。地裁は本陣にて。相手はたかだか四人の野党ではないか。それが抑えられんとは合点がいきませんぞ。何か訳があるのでござろう。申され。大久保様、すべての原因は殿清忠様に。何？以前から野党が仕返しに来るという噂があり、私どもは連中を捕らえるべく動こうとしましたが、殿がくだらぬ風評と一生され、放っておけと一時が万事。そうなのです。優柔不断のご性格、しかも女色に溺れ藩費を浪費なされ、百姓町人の間にも殿に対する不満の声が高まり、私どもはそれを鎮めるのに走り回る始末。上様には危害が及ばぬよう私ども死をもってしてもお守りいたす所存。藩の内情を言えないご家老の胸中もお察しくだされ。すべては私の不徳のいたすところでございます。お目付が来るのはちょっとでも遅かったから、お行列に間に合わなかったぜ。まったくやきもきしたな。お父っつぁん、めぐらいの人たちが。勝手に待たせてもらってますよ。急なご用で。お千代、お茶入れ替えて差し上げろ。はい。あ、構わねえください。実はね、平蔵さん、それに源五郎さんも、あんたたちしばらく町を出た方がいいんじゃないかと思ってね。どうしてですか。あれから考えたんだけどね、町の人たちを巻き添えにしないために、岩蔵を捕まえた私たちが町を出るのが一番だと思うんだがね。お前さんにとってもその方が安全だしね。しかしあっしらがいなくなったらな、やつらおとなしく引っ込むと思うかい。かえって暴れるんじゃねえのか。それよりあっしらと一緒にやつらをやっつける気になってくれないかい。ええか、平さん。どうだい、茂蔵さん。まさかあんたたちあっしらを厄介払いにしようと。バカなことを。あんたたちのことを思って言ってねえんじゃないか。だったらみんなで平蔵さんを守ってやったらどうです。徳
奥山様、そうやって逃げていても事態は一向によくはならない。そうだ、連中はますます図に乗る。どうだみんな、3年前と同じように力を合わせて奴らに立ち向かっていけばいいではないか。頼む。海兵さん、重蔵さん、何伊助さん、一緒に言わずを捕まえた仲じゃないかな。頼むよ。お願いします。じゃあ私らも考えてみるが、平蔵さんもどうすれば一番町のためになるかよく考えてみてくださいな。じゃ行こう。平蔵さん、あしも取った魚をさばかなきゃいけないんで。すまなかったな、おめえさんだけが頼りだ。何としても二人で町守ろうぜ。徳山様、お口添えありがとうございました。いや、それにしても町の人たちは目垢組がそんなに恐ろしいのか。人を殺すことを何とも思わねえ連中ですから。でもみんな冷たいわね。これまでどんなにお父っつぁんが町のために。言うなそれを。お城からいただいたご褒美のお金もお父っつぁん町のために使うって言って半鐘を買ったんですよ。ほら店の表の。また何かあったら叩いてみんなに知らせようと思いまして。これも何かの縁だ。俺も力になろう。徳山様が、今の足には百万の味方ですが、旅のお方にそんなにまで。気にするな。それに俺はあの男の顔を見ている。役に立つぞ。ありがとうございます。よかったわねお父っつぁん。さあ町を一回りしてくるぜ。平さんと言ったな。どうだろう、平蔵さんに力を貸してやってくれないか。ええ、まあこの町ではあんたが一番の顔聞き手みた。あんたが声をかければみんなついてくるだろう。そんなでもないです。三助さんが町を出ると言った時の平蔵さんの寂しそうな目見たであろう。頼む、平蔵さんを助けてやってくれ。上様が町の者に何度も頭を下げておられるのを見、十兵衛心を打たれました。何を言う十兵衛、たかだか野党の4人、俺とお前で十分だ。しかし俺は町の人たちが自分の力で戦ってほしい。そうでないと同じことが起きるたびに町の者は困るであろう。御意。ところで大久保様が上様をお探しいたしております。俺はこの件が片付くまでここにとどまる。すまぬが本陣は任せると彦座に伝えてくれ。承知つかまつりました。ああ、それからこれは俺が会った目垢組の一人だ。何とか探し出してくれ。特徴は指が青く染まっていた。頼むぞ十兵衛。あっ、おたび、誰がこんなことを。ぐずぐずしちゃいられねえ。十手持ちのお前が逃げるとはね。何だって、源五郎さんが。
馬の国にはお戻りになるとあれほどおっしゃっておられたのに、まさか例の野党騒ぎに巻き込まれて。十兵衛、上様、上様はいかがなされた。上様、ご飯、大好物のうなぎよ。さあ起きて。帰るごときにそれでも男か。新吉、さすが中津川名物、見事な池の鯉じゃ。一目見るとよい。芸の肥やしになりますぞ。本当に池には鯉だけですか。もちろんカエルもおります。この男、前世はナメクジであろうかの。おつぼね様、新吉、支度じゃ。上様に成り代わり、藩主清忠公に会ってもらう。彦座殿、それではあまりにも。何、いつもの通りうつむいておれば何とかごまかせましょう。背に腹は変えられません。まあ、新吉も長い間上様の身代わりを務めた甲斐があって、それなりの風格は備わってきましたからね。よし、将軍家光である。支度をして。はい、はい。麗しきご尊顔を拝し、終着至極に存じ奉りまする。上様、いつもいつも持病が縮みますぞ。大久保様、殿井清忠様はいかなるお人でした。ああ、悪びれず堂々としておったわ。優柔不断で女たらしとは思えん。茶店の件で一言詫びがあるかと思ったのだが、触れずじまいだったのは変だといえば変だが。それは、お、献上品じゃ。当地名産の生糸でおった布、またその布を同じく名産の藍で染めたもんだそうじゃ。藍、藍玉ができますのか、当地で。特徴は指が青く染まっていた。知っておるのか。10日前にふいっと出て行きましたもんね。詳しいことはお日野さんに聞いてみてくださいな。育ての前ですから。お日野さん、捨て松のことを聞きたいのだが。捨て松がまた何かしでかしましたか。またとは。あの子は前々から侍になる侍になると言って悪い仲間と一緒に暴れ回っておりましたんです。お目付に捕まって牢に入れられたことも一度や二度じゃありませんでした。私はあの子を一人前の藍職人にしたかったんですけど、俺はやっぱり侍になるんだと言って出て行ったんです。侍になれる当てでもあったのだろうか。さあ、あの子が知ってるお侍はお目付ぐらいですからね。お目付が牢に入れたものを侍に取り立ててくれるはずがないですからね。文五郎と二助は殺されたって。これで五人目だぜ。重蔵さんも殺されたそうだ。重蔵さんも。重蔵さんは岩戸をとっ捕まっちゃいねえぜ。だから巻き添えよ。巻き添えを食ったんだよ。吉永、奴らかばい立てする者も殺すって言ってんだぜ。ってことはよ、町の者みんなってことじゃねえか。こいつとんだつばっちりだぞ。映像がいけねえんだよ、あの十手持ちの野郎。
平蔵が言うからこんなことが起きたんだよ。そう、疫病神だ、あいつは。もうそうで疫病神だ。おやつを追んだすんだよ。そうだ、そうだ、そうだ。みんな落ち着け。悪いのは平蔵さんじゃない、迷惑組なんだ。落ち着いて俺の話を聞いてくれ。やめろ、やめろ、やめとれ。平蔵さん、もう我慢ならねえ。町を出てってくれ。そうだ、出て行け、出て行け。みんな、奴らはたったの4人だ。うちの中に転がってる刃物の錆を落として俺と一緒に戦ってくれ。頼む、海兵さん、頼む。みんな、皆さんお願いします。お父ちゃんと一緒に戦ってください。お願いします。まあ無理にとは言わねえが、俺が殺された仲間を思うと俺一人逃げ出すわけにはいかねえんだ。残った空念さんと一緒に奴らをとっ捕まえるまではここは出ねえ。空念さん、あの人も言わずを捕まえた仲間だったのかい。ちょっと訳があって、みんなには内緒にしといたんだ。お父っつぁん、もし奴らが空姉さんのこと知ったとしたら。平蔵さん、徳山様、血相変えてどこへ行くんです。東園寺。東園寺、空姉さんが行くんです。空姉、訳あって今まで隠していましたが、空姉さんも言わずを取られた仲間なんです。この音が奴らに知れると一人じゃ危ねえと思って。そうか、よし、俺も行こう。徳山様が。あ、じゃあそっちの方はお願いいたします。あっしはお目付に応援頼んできますから。上様が殿をお叱りにならなかった。うん、お行列をお止めしたのを一言も謝らんのに、上様はただ殿の挨拶にうなずくだけであった。はて、これだけやっても効き目はなかったとは。いっそ連中に本陣を襲わせましょう。それはならん。捕まって我らのことが知れたらどうする。さようでございますな。連中にもっと徹底的にやれと伝えろ。百姓町人を殺し家に火をつけろとな。承知しました。何としてでも殿様にこの騒動の責任を取らせ、ご隠居していただくのだ。我らが藩を乗っ取るためにな。お目付、平蔵が来ておりますが、いかがいたしましょう。あ、お目付様。おお、ご苦労だな。6人も殺されたとか。へい、それで町はひっくり返るような騒ぎでございます。何とぞお助けくださいませ。ああ、そうしたいのは山々だが、殿が本陣警備以外に人を出すのはならぬとおっしゃってるんだ。お殿様が。お殿様はあっしら百姓町にお見捨てになるんでございますか。これ何を申す。何よりもまず上様をお守りせねばならぬ殿の気持ちを分かってくれ。なへぞ、わしもつらいのだ。座長、いつまでこうしているんで、いつ次の落合塾に行きましょうよ。危ないから動くなって竹之進様がおっしゃったんだ。もうしばらくの辛抱だよ。私はあんたたちとは違うんだ。やっとの腕があるんだからね。それをもう竹之進様と来たら、あんたたちと一緒くたにしちゃうんだから。あれは確かお目付の侍。あの様子だと何か起きたな。あ、おつたさん、ちょっと、私はこれこれ。おい、大丈夫かよ。空念と映像をやった後、町に火をつけろ。手向かう者は構わぬ。殺せ。
俺たちを侍に取り立ててくれるというのは嘘じゃねえでしょうね。間違いなく侍にしてやる。小太郎の石川さんもご承知だ。もし嘘ついたらお城に火をつけますぜ。何お前たち。冗談じゃねえですよ。こいつらはともかく俺はどうしても侍になりてえんだ。おい、何だろう。おそらくな。でもお目付の侍と会ってたわ。何？おつた、夢でも見ていたんじゃないのか。うん、私が見るのは竹之進様の夢ばかり。それで分かりましたよ。奴らがどうして私のことを知っていたのかがね。どういうことです？はい、3年前私は浪人でした。しかも私は豊臣方、いわゆる関ヶ原の残党でしたから、言わずを捕らえたとはいえ公にはなりたくなかった。平蔵さんたちも私のことは黙っててくれました。ところがその当時私は病気の女房を抱えておりました。それを知った目付の猿方がみんなと同じように私にも報奨金が出るように内密に取り計らってくれましてな。では平蔵たち4人以外にあんたのことを知っているのはその目付だけ？はい、確か吉岡とか。竹之進様、目付が仕組んだのだ、このお礼参りは。いや、目付の裏にさらに黒幕が。柳生十兵衛殿、お名前はかねて拙者に何のご用だ？内密の話がある、ご同行願いたい。お主、捨松を知っておるな。すべて吐いてもらうぞ。お父っつぁん。お殿様は俺たちを見殺しにする気だ。将軍様の前じゃ俺たちは虫けらなのか。くそ。お父っつぁん。お父っつぁん、俺の答え、早く話しろ。でも早くみんなに知らせるんだ。はい。さあ、みなかみ、どっからでもやってこい。この傷じゃ無理だ。さあ、中へ。ああ、話してくだせ。この町は俺が守るんだ。目赤組、お前たちの正体は分かっている。出てまいれ。貴様ら。
岩蔵の恨みを思い知るがいい。貴様を殺し町に火をつけ、みんな焼き殺してやる。貴様らの好きなようにはさせねえ。みんな出てくるんだ。自分たちの町は自分たちで守れ。平蔵さん、しっかり。目がかすんでやがった。みんな平蔵さんを見殺しにするのか。一味の素性が知れましたぞ。目付が操っていたんだろう。はい。そしてその後ろに家老の石川団長が。家老か。私に隠居。民の心はとっくに殿から離れております。潔くご隠居。黒田様、奴ら4人とも町の奴にやられました。何を慌てておる。連中は早晩始末するはずだったではないか。手間が省けたわ。さようでございましたな。それよりも伊那中村藩のご三男をご養子にお迎えする段取りをいたせ。殿のご隠居は決定した。承知いたしました。なんだあの笛は。何者だ。貴様らの企み、そううまくはいくまい。何、控え。こちらに噂は三代将軍家光公にあらせられるぞ。上様。石川団長、黒田伝蔵、その方どもは殿井藩を乗っ取らん捨て松らを利用、目垢の岩蔵の報復と称し罪なき者たちの命を奪い、その混乱の席を清忠に押し付けた。貴様たちの卑劣さ、悪逆ぶり、余は断じて許さぬ。団長、お前というやつは。殿、こやつは偽物でござる。本物の上様は本陣におられるが。者ども出会え出会え。上様の名を語る不貞な輩、構わん、斬り捨てい。
殿井清太だ。すべては家老と目付の企みとはいえ、そちの怠慢も許し難い。以後民の心を忘れず、心して祭りごとに励むのだ。よいな。はっ、ははん。じゃい、平和、道を東海道へ変え。もう山だらけの中山道はコリコリじゃ。おい、平和、答えろ。答えんのか。天地に立つぞ。大久保様、上様、東海道にはガマがおりますぞ。エボエボガマが、よろしいか。ガマ、上様、助けて。徳山様、中津川にまた来てくださいね。お待ちしてます。おかげさまで町のみんなが立ち直りました。ありがとうございました。では、竹之進様、今度私を巻いたりしたらあの子とばらしますからね。え、何をばらすんですって。ああ、いや、何でもない、何でもない。峠に吹く風、南の風、真風、恋風、迷い風、青年将軍家光の正義の剣は向かい風、鬼が住むのか中山道、かくて家光の旅は続くのであります。胸を膨らませ、昨日を吐き出せば、心が空っぽにきっとなるはず。めめしさにしがみつく涙によってれば、尻尾を丸めた負け犬になる。冷や酒一気夢杯で、男は一気無口なままで、抱いてもらえ寂しけりゃ、たった一個のこの体、忍び旅。おやめください。おやめください。年寄りを殴り倒してまで見逃すわけにはいかぬ。ジミー、奴は今日で一緒に芝居をやってた相棒なんだが、金を奪って行方をくらましたよ。このままあの野郎逃がしたら男新吉の名が去るってもんだ。私事の恨みとこの役目とどちらが大事か。やい、吉松。ああ、 てめえ新吉。男だったら差しで勝負しない。やちみ、 あの男はただの手先で。背後に盗賊がいるということか。村の若い採掘たちがどこかで働かされております。木曽のヒノキ細工を救っていただけませんか。将軍家光忍び旅、妻子悲しやお里観音、お楽しみに。